はい、ということで始まりました。ドラゴンクエスト10第2期初心者大使の堀由美子でございます。そして、ぬのちゃんです。あ、みどりちゃんに話しかけちゃった。ぬのちゃんです。どうはどうは。はい、ありがとうございます。こんばんは。昨日は夏祭り、ドラゴンクエスト夏祭りということでですね、舞浜アービーシアターに1000人ほどのお客様が集まっていただき、画面の向こうでもたくさんの人が見てくださったということでございましたので、ありがとうと一言言いたいなと思った次第でございます。声は大丈夫でしょうかね。コメントたくさん。ああ、コミュニティ登録もありがとうございます。面白かったですね。テンション低い。あ、ほんまですか？まあ、こんなもんですよ、いつも。私、まあ、テンション高い方ですよ。声 OK、ありがとうございます。じゃあ、もう終わりということで、まあね、まあ、伝えたいことは終わったっちゃ終わったから終わるか。いや、そんなことはない。私は今日30分やると決めて配信を始めましたので、ちょっとだけね、お使いいただければなと思います。ちょっとね、コメントをね、見てみましょう。皆さん。あ、ポスターの話もね、ありましたよね。あれ持って帰ってきましたよ、本当に。近くにゴミ箱がなくてですね。そのまま持って帰ってきました。そうなんですよ。ポスターの配布はまだですか？いりますか？欲しかったら送りますよ。なんやったらデータで送りましょうか？ポスターはですね、最近良かったなと思う自撮りの写真をですね、ネットプリントでコンビニの方で、まず A3 のサイズにプリントしまして、その後半分に折って、それを A4 を A3 に拡大コピーする。そしてそれを2つつなげるという作業によりできたポスターでしたので、まあよかったら、データでお送りしますので、よろしくお願いいたします。ある意味プレミアですね。着払いでもいいですかって、着払いでもいいですかは、こっちが言うセリフ違う？そうやね。つなぎ目が、違うね、あれさ。まあ、ポスターの話をしますけれども、半分によってコミコピーをすると、どうしても縁取りがね、白いのが入ってしまうんですよ。だからこの辺だけちょっと足りなくて、で、その部分だけを拡大コピーして切って貼ろうかと思ったんですけど、なんか折り目をつけちゃったから、1枚目のプリントしたやつにね、折り目つけてしまったから、こうコピーしたらその折り目も入ってしまうのかなと思って、まあ、いっかっつってやめました。ポスター拾いました。本当ですか？よかったよかった。 ああ、壁掛け家具にしてもらえる？いる？壊ない？急に実物の人間の写真壊ない？星1の出来ですね。そうですね。ポスター欲しかった。お、ぬのこさん、はい、私ですよ。こんばんは。データ、あ、データじゃサインがね、なるほどね。そう。AD インコさんのお尻がね、プリケツだったというのね、ありましたけれども。あれ、実はニコニキ4人登場してんの気づきました？リュウザの部屋のね、私のコーナーが、私がゲストで行くっていうコーナーがあったんですけど、リュウザとインコさんと私とベッティ、4人登場してたの分かりました？気づきました？ベッティどこにいたんだ？どこにいたんだ？ベッティいた？分からんかった？椅子の中にいたんじゃないか？ テープがベッサンの？気づかんかった？配信では映ってないじゃない。実はですね、AD インコさんの腰に巻いてたポシェットみたいなやつが、あれ別サンドなんですよ。
なので、実は龍座の部屋の私がゲスト会の時は、ニコニコ全員集合してたんですよね。知らんわ。知るわけないやん。私物かいよ。ちなみにですね、先ほどありました、テープの件ですけれども、マスキングテープは、蒼井絵里さんのものだったんですね。あの中に5人も登場してたということになっておりますね。はい。メガネが本体？違いますね。私が本体。ポシェットの中に入ってるかと。そういいな。胸ポケベッサンみたいな。そうそうそう。あれなんで剥がされた？いや、あれ自分で剥がして帰ったんですよ。ニコ生でね、ご覧いただいてた方はわかんないかと思いますけれども、リュウザの部屋が終わった後に、剥がして、ちゃんと他の人に迷惑にならないように持ち帰りました。網 さん形式。まあまあまあ、そうそうそう、ニコニキがね、総動員だったんですよ。ユーザーと出て話したんで、見られてしまいましたか。ありがとうございます。そんなに大勢が関わるようなコーナーだっただろうか。それはわかりません。まあまあ、龍女の部屋の話ばっかりしてますけれども、龍女の部屋以外にもね、3.1の情報ですとか、バトルですとか、マングカ様バトルですとか、ボーリランド2の公開ですとかね、いろいろありまして、まあ、福引きじゃないや、なんだっけ、リアル地の祝祭もあれば、宝くじもあれば、盛りだくさんの内容だったんですよね。ご職終わろうかな。そうそうそう。ご職でしたね。本当に。面白かった。そうね。そんなもんかしら？あ、3.1の情報で、いろいろ出てましたけど、爪がさ、一個実は忘れましたみたいな爪があったじゃないですか。パワポにしてくんの忘れました、みたいな爪。ミトンみたいなやつ。そうそうそう、鍋つが、ミトンって言わんのかな。あれさ、欲しくなってさ、なんでこんなに間が空いたかのは、私が今すごい頭が真っ白になったからなんやけど、ミトンが欲しくなってさ、なったんやけど、私爪を全部切って、ムチでやってるのさ、で、ムチの新しいのも割と可愛かったやん。で、爪とムチをやっぱ両方した方がいいのかななんて、ふんわり考えてるんですけれども、温かいものに便利な。ごめん、セルフトマト、おもろいな。私すぐセルフトマトするから、ちょっと今後気をつけてくださいね。音は流れてるけれども、私多分このままで固まること結構よくあるから、今後止まったら脳が停止してセルフトマトをしたんやなと思っといてください。ムチトマコはですね、やっぱそうよね。三島ひろりさん。そう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 。まあそんなことを言っておりますけれどもね。二度としても変わりませんよ。私が止まってんねんから。配信が止まってるわけじゃないからね。はいはい。あ、そうです。水分補給はこまめにということでね。で、3.1の情報にあったと思うんです。私、舞台上で見てて、ちゃんと情報が入ってきているかどうかが不安なんですけれども、モンスターを倒した種類の数によって、小さなメダルがもらえるみたいな話してませんでしたっけ？してましたよね。違います。あ、ケンコバさんとの絡み面白かった。ありがとうございます。いや、面白かったですね。私も楽しかったです。ありがとうございます。してたよね？してたよね？ 100 種類で50枚。そうだね。100で50枚。で、それに向けてですね、私、ちょっとそっち、見てみたんですよ。戦歴で見れるかしら。討伐モンスターみたいなやつかしら。で、見てみたら675種類のモンスターを倒しているんですわ。でね、これを見たんですけど、あと、100何種類だと思うんですけど、違う？
今だいたい700種ぐらいね。あと100個ぐらいやった気がするね。もうちょっといるはず。800ちょっといる。800ちょい。あのさ、言ってしまえばストーリーボスですとか、そういうサブクエのボスとかもこの中に含まれてるから、まあ、私が今月、あ、順番間違えた。ここで今月の目標です。今月の目標は、フィールドにいる、まだ戦ったことのないモンスターを50種類討伐する。わかります?言ってることわかります?今月の目標は、鍵括弧、まだ戦ったことのないモンスターを50種類、討伐。出た?そう、転生もね、含まれる。だから、本当はね、今月の目標は、まだ戦ったことのないフィールドにいるモンスターを制覇だと思ったんですけれども、転生おるなって気づいたの、私だって。私だって言ったら29年人間やってるから、そこそこの頭は回るわけ。だから、ざっと一覧を見たときに、あ、これ強ボスも入ってるんやとか、コインボスも入ってるんやとか思って見てみたら、あ、これもしかして転生も入ってるん違うか。そう思ってみたら、確かに転生は入ってたんですよ。だから、その転生をね、やるっていうのは、まず、またまた根気のいる作業でして、また暴れ回らなきゃいけなくなるじゃないですか。この間リュウザのね、集合配信を見てくださった方はわかると思うんですけれども、なんか 4DX やって言ってみたり、なんか、よくわからんポーズしたり、空気椅子したりしなきゃいけなくなるんですよ。で、それはちょっと、もう体力的にもそこそこきついですし、ね、なかなか精神的にもきついですので、とりあえず、一旦50種類討伐でやってみたいと思うんです。んで、もしそれが達成できたら、まあ、51種類、52種類と、どん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 こうね、増やしていければな、という感じなんですけれども、これは、どうなしたらいいのかしら。こうやって見ていったら、行ってないとこあるやん。何これ、行ってないとこあるやん。え?これ。3.0 のストーリーは行きました、行きました。うん、終わってますよ、3.0。うん。初期モロ?種族ボス?クエストボスの場所かもしれん。2個もあるやん。え?あ、え ?3 個もあるやん。行ってないとこ5個もあるやん。え、ちょっと待って。どうする?な、どうするこれ。あ、ランガーオ近辺、初期村のボス。とりあえず、明らかに多すぎる。ダッサ。とりあえず、行ったことないとこに行ったら、新しいモンスターはいる可能性高いよな。え、ろ。え、行ったことないとこいっぱいあるやん。ちょっと待って。とりあえず、ここ行って、今日とりあえずここ行ってみようか。1ページ目のは初期村のボスね。したら、それは私はできひんってことかしら。ダッサ、きっつ、やっぱ、あ、私、ませんやん。前職5、だから、あ、そっかそっか。できればフィールドにいるやつを倒したいんですけれども、そうじゃない。ん?初期村、ん?そうそうそう、職業クエのボスとかも含まれてるのは理解しております。で、神田クエって言うんです。もう、
途中で全然やってないんで、それもやったりとかすれば、そこそこは行くし、実は私、とか言ってないし、まあ、ストーリー上の 先の方の大陸の、何ですか？サブストーリーとかをやってなくて、それをやれば、ちょっとは、まあまあ、ボス、倒せるかなという感じなんです。チーム。誰も、嘘、誰もおらんの？ 誰もおらんか。まあ、ちょっとごめんなさい。一回失礼しますね。ミュウさん。全員してるのかな？いや、そんなことはない。そして、僧侶か賢者が欲しいかな。あ、難しいなぁ。僧侶か賢者がいない。違うよな。久しぶりにこの人出てきた。ちょっとお借りしてみよう。レベルかな。なるほどね。さてさて、どこ行ったんだ？強コインボス、まあ残ってそう。ブイロンね。なんだっけ？サケさん久しぶり、そう。あ、そうなんです。サケさん久しぶりにお借りしてみました。どこに行ったらいいかというと、戦歴、討伐モンスター、生息地オグリ。ここはあれやから、ここはさ、バドリアル石室っていうのはバドリーから行けるんやな、きっとな。違うのか？とりあえず、なんだっけ、ガートラントに飛べば行けるよね。今も変な格好 今も変な格好なのかな？ご安心ください。今も変な格好です。よいしょ。クエのボスだけ。あ、クエのボスだけ。そっか。外伝ボスはストーリーしなきゃいけない。ボスマップ、石室的な？もう行ってる場所で探した方がいいと思う。それってどうやって探すんです？地図から行くやつ？どっから探したらさ、一番行ける？あ、キュピンってどこでもらえるの？まあ、それは後でいいか。地域ごとに見ればいい。あ、そういうことね。オッケー、理解、理解、理解。討伐モンスターの生息地別オーグリーと、こういうことや。ここでもらえるの？あ、ここでもらえたらもらっとこう。やさーん。はい。良いものが当たってるといいですね。残念、全部外れでした。どへー。キュピーン。なんで指さすの？指さしてる人たちも当たってへんやろ、別に。そんな言うて。違う違う。何してんの？何してんの？がっくりは分かった。キューピーンや。はーい。はーいっつって。でや。
かわいいな。何にしようかな。あ、じゃあさっき、ちょっといろいろやりたいことが多すぎるから、やっぱり今日の目標はこれをやることやから、これをやってから考えよう。キューピーンの仕草に対する文字は、今度またみんなで考えよう。トーバスモンスターリスト。よし。これ、違う。あ、ここにもいるよ。これはランガーを産地におるよ。なんか。あ、ラギーシャツがいっぱいいるやん。転生か。それ転生。ちょっと書いとかな、忘れ。まあ、いっか。みんな覚えてる。ブラウニーの転生。はい、いや、なんなんそれ。なんなんそれ。え、すごない?すごない?なんなん?見てんの?なんか見てんの?え?怖っ。相当やな。タイプ G とデビルフロード。早っ。転生の後に、あ、なるほどね。じゃあ、ここに一ついるってこと?引かれた、ごめん、引いてもうた。ごめんな。ここに、なんか、おるん違う?ホークブリザードン。ホークブリザードはいつでもおる。はははは。雪の時限定?え、どうしたん?みんな、ちょっと何?どうしたん?あ、コミュニティ登録ありがとうございます。鳥さん、的で倒せる。ホークブリザードの名前だけはガチ。あ、もう?吹雪だけ。まあ、行ってみます。あと5分では行かれへんよな。これじゃあ一旦ちょっと。まあ、一旦延長しとく?こうやってたら延長してしまう。ニコレがニコニコ生放送の魅力であり、怖いところでありますよね。はい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 。的は脳幹なんですかね?吹雪の時しかいない?何それ?何それ?どういうこと?え、ということは?天候が悪い時にしか出てこないってこと?え、え、何何?どういうこと?どういうこと?シルバーデビューとキラーマシの転生はしたよな?的で100匹飛ばす、だから脳幹ではない。そうなんだ。他で買った方がいい。他のところでも会えるわけ?その、なんとか、なんか、ホーク、ブリ、ザードン。ドラクロンはいつでもある。はっはっは。飛竜のとこ。へぇー。ドラクロン行ってみようか。大量にいる。前はそういうちょっと珍しいもん。あ、なるほど、なるほど。行ってみよう。やってみよう。パパ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 。何ついもいて面倒なくらいいる。なのに私はたこと、どこ、ドラクロンってどこ?ドラクロンってどこ?ここ。ここ、左か。あ。これ、これや。えい。はい、来た。ここで討伐して、クエストじゃない、どこで討伐していないモンスターは、これ、これ、と、これ。はい。わかった?反対?こっち?転生2種類?キッズの転生。
50結構大変そう。あ、広告ありがとうございます。と、ムーさん、おすすめの生放送です。ありがとうございます。違う、こいつじゃない、ダッシュラ。あ、ああ、なんなん、なんで来ないくなの、やめてよ。もういいって、もういいって、私違う、あなたと戦いたいに違う。鳥みたいなやつ。酸素。すごいな。情報通やな。こいつは。あ、え、討伐数出る、出る、で、ゼロ引きやで、これ。これいけるやん。そして私の弓を見てくれ。サミダレ好きみたいなやつ。あ、見破っとこ。見破る。キュピーン。バイキシなのほんまやな。オッケー。1。ちょっとメモしとこうぜ。メモ。メモあれやん。もう。こういう時に限って。ちょっとごめんな、暗なるで。討伐数でわかる。あ、ほんま、討伐数でわかるやん。総討伐数を、メモしとこう。でも何倒したかも知りたない?そんなことない?そんな私だけ知りたいの。675から始めました。ぬか床スライム。スライム。ここどこやっけ?なんてとこやっけ?ドラクロ。ドラクロ。ちょっともう、暗いまま行こう。今ね、実は携帯の明かりで明かりをつけてたんですけども、いいよな。はい。で、もう一つがこの先にいるはず。っていうことやな。鳥みたいなやつ。そうそう、見破ってないでっていうコメントもありますけれどもね。見破るはちょっと後回しなんすわ。まず50匹倒してくださるんだよ。ね、で、最近見破るが楽しくなってきたから、今からやる50匹は見破っていこう。うわ、じゃあ、落ちやな。そういうシステムでやっております。右下はドラゴンキッズの庭園生かなと。あれ、こっち?違う。こっち。ケセランパサラン。きついぞ。そんなきつくなさそうな名前のに。ケセランパサランって敵がおるってこと?その、フリーズ、ブリザードみたいなこと。たまにしか出てこないんだけど。レアも。え、ここ上がられへん。え、ここ何これ。どうやって行くの?ここどうやって行くの?え、なにここ、こう。あ、ここか。スレア海岸、あ、そうなんだ。あ、スレア海岸ってめっちゃいいとこでしょ、スライム系と水系討伐に適したとこだと、うちのリーダー、インコさんが言っておりましたよ。ツタ登るの?はい、はい、すいません、すいません。すいませんでした。あそこ楽、すごい。一気にさ、G とかまで出てくるからさ、ペペっつって。はい、すいません。
何このドルボード。ドルバイク。配信中にケスランパサラを見つけた人がおる？あ、アミさん？アミさん配信中って配信中が長いからな。すごいね。ここやな、まだ登んねんな。よし、あ、輝きそうめっちゃもらえるやん。ここの辺におるはずなん、ん？ですよね、きっとね。これ？違うな。ああ、何や。ダークパンダ、違うね。あんたたち違うね。やめてー。やめて、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 やめて。南の方かな？あ、こっちの方かな？あ、背中の夢が三つ編みしてるの見える。あ、ほんまか。色変わってて薄すぎた。オッケー。え、ちょっと、伸びてよ。伸びてよ。なんなの。はい。こっちか。した方が早い。この辺？え？ここ登る？登る？登る。OK。右上のしみ、ああ、遠っ。やだ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 。いた？え、いた？これじゃない？え、これ？違うね。え、なになになに？怖い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 。何言ってんのみんな。怖い怖い。これダークパーセン。ちょっとのいて。ちょっとのいてよ。そこに飛んでる青い鳥。あ、これか。これどうやってぶつかるのこの人。ピキンってされるまで。ピキンってしてよ、ピキンって。あ、あ、違う違う違う。バイキ。サミダレ、ウジ、ズズズズ。え、勝てるこれ。エリさんにもバイキ。近い。さけさんミニマウスなってるんですよ最近。開始。はい。はーい。で、あ、これね。ね、見つけてよ。私ここにいるよね。ねえ、あ、ええ、何？おお、来たよ。オッケー。おいで。バードシュートやな、これ。
売機。サケさん邪魔やなこれ。めっちゃ間近で足見てもうた。あー、見破り見破り、そう見破る見破る。オッケー。ああ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 、勝手に倒してくださった。はい、ありがとうございます。これでここは制覇ですか。ここは、あとはあれやな、転生なんね。さて次に参りましょうか。さっきどこでこんなことな、雷雪原でこんなことなったんや。ほら、はいはいはい、はい、はい、来た。はい、埋まりました。ロンダ。あ、なんか倒しないので、ロンダの。ロンダの氷結、モグラ。モグラ。倒しに行こう。これはどこに行ったらいい。ロンダの、これはなかなか根気のいることを私は選んでしまったな。なぎせつ、違う。大陸これだと。ランガオ、サンチ。ランガオサンチ。あ、ランガオサンチ。ランガオ村まで行ったんや。ほんなグレンやな。あ、今、何やっけ？フリーズ、ブレード。フリーズ。ブレード。報告ぶりさ、全然違うやん。全然違うやん。ホープ、ブリザード。オッケー？何もって、なんか伸ばすとこ2箇所あるみたいなことじゃないの。あははは。はい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 。アグラニにもおるの？アグラニにおるとアグラニに行こうよ。ぬか床かけました。ニュアンスは似てた。675から始めたってことかな。675から。アグラにはいたずらもんな。あんな、あん。違うモグラや。転生を探すのはまた後の話で、転生じゃないやつを先に探した方が楽やなっていうことやな。モグラ仲間にしたら、できんの？ロンダ、ロンダの、こっち違う。ロンダのモグラできない。違う目的で行った先々で戦う。そう、でもあんまりフィールドにさ、あんま出ない。仲間にできるのは、アグラニの方。キラースコップはロンダにしかいない。ほえルンタのモグラ。この間私言ったっけ、ラッカランの預かり所の人の名前がルンタさんっていう名前っていうことを発見したんだわ。って言った？言ってないっけ？知ってた？びっくりした。私は。行ってみてください、一回。ラッカランのね、左の方にいる預かり所。ルンタさん。絶対そこで預けたら紛失事件が起きる。この間ね、カタカナでルンタさん。慌てて LINE にあげましたよ。おった！言うて。本物おった！言うてあげてみた。ここの先やな。あ、ああ、ぶつかってまった。
久しぶりにこんな、この間、なんだっけ、つすくるのさ、とこに、ナスの天使を探しに行ったんけどさ、あれもなかなか久しぶりに行くと面白いですね。あ、こんな地形やったやんみたいな。ランガオさんちは制覇してるかどうかは今から見るな。先に倒しに行くな。釣りやってないですよ。ここにおるか？なんやっけ？モグラやな。モグラを見つけたらええな。キラキラ落ちてるっていっぱい。あ、いっぱいキラキラ落ちてくる。出といで、モグラの人。キラースコップ。キラキラ安いやつ。これか。はいはいはい、来た。見破る。OK。ロンダ、キラ、ああごめんなさい。はいはい、地震が起こる。 OK。 なんだっけか、キラースコップ、ロンダ、電車は行きませんね。戦歴、討伐モンスター。これで、この2個は、あと2つは、転生です。ちゃいます？あと2つ転生。したら、ちょっと、一旦ここは抜けましょう。ヌーバとモグラの転生。あ、このモグラに転生がおるってこと？これでランガオ山地でモンスターを見るやな。これはきっと転生やな、これ。違うか？これは転生。なるほどね。転生多いな。うん、うん、うん、うん。生息地別。ここまで行った。ガーラーガ。ナーグーは。これも敵と転生でしょう。50いけるかな？まあ、1ヶ月あるからね。これは、ゲルト海峡。ゲルト海峡もきっと転生やな。え、転生抜いたらさ、ないことない。え？転生抜いたら50種類もないとか、そういうオチはないよね。大丈夫よね。あ、これは？ゴズ。50ない？ほんま？レンナーシアの方が多そう。あー、なるほどね。カイザードラゴン。はやっ！嘆きも雪原流より前に1個あるで。ゴズ行ってみる？ゴズってどうやって行くの？ゴズと下っていったやん。獅子門。獅子門。
スノーエル。オズ渓谷ってどこだっけ。そんなんも知らんの、教えてあげようか。ゴズ渓谷っていうのはな、うん、ゴズ渓谷ここやで。それどこやね、ランドンフット。ランドンフット。これ、これゲート海峡。遠っ。遠っ。どうする、やめとくか。ちょっと待って、整理しよう。1日に何種類やったら、だって1日2種類やったらさ、30日もないんか。バシッコを1回使って、すでに心が折れている。バレた。1日に2種類ずつぐらい探せばいい。わしは使いましょうか。さあな、さあな。ストーリーで飛べた。あ、そういうことか。どうしたらいい？もうちょっと簡単なとこ行こうか。難しいとこ後回しにしよう。そう、近場から、そうしよう。近場から行こう。どこまでだっけ？これか。ここまで見たから。これは違う。ランドン山脈。あ、そうか。金、ベコン。あ、ベコンにもいる。ベコンも遠いか。ザマ。ガートラント領。ん？何これ、なんで貼ってたの？弱いやつ方でしょ。そうだね。ブラックバンティス。ボス？あ、うん？ボス？やってないボスがいるってこと？影の騎士。闘技場の舞台。これも違うね。ヒルザット。牢獄の下しなやつあるね。職業クエか。なるほどね。牢獄の主の月、バドリーガンズ。ここ遠いのかな、近いところだと地面倒してないんですけど、ね。はい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 。別のとこ行こう。ドアチャッカ。ザグリナ。ここもある。ハミナッカ、ザグパン。おー、結構私倒しとるんやな。もがりもがり。かっちゅう。これめんどいな。めっちゃめんどいな。わからんくない？あ、これはサーマリーとかさ。で、あ、フォレストを借りに行くついでになんか。職業クエと転生が多そう。確かに。そうやね。そんな気がしてきたわ。ここ何？全然いいやん、ここ。ここいいやん。そうそう、火の粉でチェックするのが楽。そうやねん、そうやねん。それもそうやねんけど。普通に。ここ 3.0。これいいやん。ここ稼げるぞ。1,2,3,4。ここ1日でいい。ちょっと書いといて。ダラリア。ダラリアが稼げそう。稼げそう。はい。そう、転生がいける。おいおい、いいじゃない。ブルベア地下遺跡。はいはい。はいはいはい。あ、いいですね。結構倒しとるの。これは？あ、これもきっと、いるんじゃない？疲れてきて。右下は金蔵。金蔵はもういいわ。しばらくいいわ。お、なんだこれ。ボロニス。母。母。え、なにこれ。ラインのスロース。じゃないやつを倒す。
マグマロン。ロン。ライノスローネ。マセンクエか。はははは。へぇー。へぇー。いっぱいある。で、連内寺のとこ、ポクッとかない。わぁ、全然、こんなに行ってないとこあんの？ここ行けそう。ププイン。プクレット地方のププイヤはみんな行ける？全然行っとらんやんか、言うて。何に全然行っとらんの？ボス。これボス。このハテナは初期村のなんとかです。これはもう行かれへんの。私らは行かれへんところになる。外伝と職業絡みが多い。ほんな職業クエスト全部こなしたらいいところだな。はっはっは。行けるのな。はっはっは。ゴースト倒したいの。ゴースト？ほん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 。わかった。とりあえず使えることがわかった。寝よう。ありがとう。助かった。今月とりあえずこれをやります。よ。よろしくね。助けてね。よろしくね。お願いね。いい夢よね。720くらいだったら教えて。はい。地味にね、めんどくさいですけれども。まあ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 、これを機に行ったことないところに行ってみて。おわーお。笹？笹？笹？あ、ベッティもいる。ベッサンもいる。ベッサンは今配信中？ベッサン配信中？な、私ちょっと一旦配信切りますわな。それでは、また、あと、4分38秒ぐらいあるから、まあ、余韻楽しむ。